帝国より若干早めですが、続きまして戦略年次報告2020に関するラウンドテーブルを開始いたします。モデレーターは当研究所理事長笹江健一郎が務めます。笹江理事長、よろしくお願いいたします。Thank you 市川さん。市川さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お休みなさいとは申し上げません。とにかく本当に嬉しいことです。今回この JIA、国門研の戦略年次報告2020についてのディスカッション、司会をさせていただきます。それではまず最初に参加の皆様をご紹介いたします。まず最初は田中明子先生、左に座っていらっしゃいます。政策研究大学院大学の学長で、また、国門研のシニアアジャンクトフェローでもいらっしゃいます。またティエリ・ド・モンブリアル先生、フランス人の友人です。いらっしゃいますね。フランス国際関係研究所の理事長です。それからアジアの友人の方々、ビラハリ公使館大使、シンガポール国立大学中東研究所の会長、それからまたシンガポールの、ムニンショ大使、それからチャールズ・レイクさん、こちら私の左に座っていらっしゃいます。アフレックインターナショナルのプレジデントです。そしてシン・インホン先生、中国の人民大学の教授です。ようこそ。そしてジェームズ・クラブツリー博士、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院准教授、それからまた WS アジアの次期所長でもいらっしゃいます。それでは、まず最初にこの戦略年次報告書について概要を申し上げます。もう少なくともサマリの部分はお読みでしょうか。まあ、読まなくても結構です。議論すればいいと思っております。ただ皆さんのため、沖の皆さんのために、重要な点についてご紹介をしたいと思います。パワーポイントを使ってご説明します。市川さん、パワーポイントありますでしょうか。これがカバーページです。今年のテーマはインド太平洋がテーマです。インド太平洋の今日と明日です。戦略環境の変容と国際社会の対応です。で、第一ラウンドにおきましてはこの国際的なリベラル秩序、これ、まあ、自由で公正で透明性のあるルールに基づいたもの、これからも守っていくのか。で、今回はこの地域に焦点を当てます。と言いますのも、非常に今、まあ戦略的な環境が変容しつつあるからです。ですから今年のテーマに焦点を当てて議論していきたいと思います。で、この報告書の中に述べられている主要点についておさらいをしたいと思います。まず最初、まあ、これは明らかでありますけども、最も重要な現象、この動きが米中の対立、そして戦略的な競争が激化してきたということです。非常に対立が高まってきていると、軍、それからまた安全保障の面でもそうですし、それから中国、そしてアメリカ両国とも海洋においていろいろと作戦を取っております。それが我々の緊張も高めつつあります。それからまた高度技術、それからサプライチェーンで派遣を求めております。それからコロナ対応のナラティブが
こうした競争あるいはまた対立において強調されつつあります。で、まあ、こういったこと、まあ、言葉のやり取りが太平洋を、例えば、武漢のコロナとかあるいはまた戦狼外交とかそういった言葉で語られつつあります。そして多国主義それからまた国際組織の機能不全という危機があります。アメリカの一方主義あるいは二国間主義それからアメリカ第一主義こういったものが非常に強くなってきておりまして、で、まあ、当然それに対して中国は反応するということで、中国が、まあ、こういう対立を、に乗じてそして、まあ、国際的に活動を拡大しようとしております。で、中国の影響力が、非常に、強権的そして高圧的な政策を通じて、まあ、コロナ禍においても拡大しつつあります。で、ここからこのルールに基づく自由でオープンなインド太平洋のビジョンへのサポートが高まってきております。それからまた非常に今顕著な形でクアッドの協力も強化されております。これは茂木外相が先ほどおっしゃった通りです。それからまた単にアジアあるいはアセアの友人だけではなくヨーロッパからもサポートが来ております。で、ニュアンスの違いはそこかしこに見られますけども、しかし一般的な傾向としてこうした自由でオープンなインド太平洋に対するサポート、それからまたコードに対するサポートも来ております。ただ同時に非常に地域的な協力、中国も含めた協力が進展しております。これは RCEP のことです。中国も TPP への関心を示しております。これについて議論できるでしょう。どうして中国が入りたいと思っているのか。それからまた一つの観点としてこの報告書に述べられている点でありますけれども、特に新しいバイデン政権が誕生したということで、当然バイデン政権が気候変動それからマルチの場において力を発揮するということになるかもしれません。中国との協力で共通の課題に取り組むということ、これも可能でしょう。まあ、アメリカの政権の方では気候変動のアジェンダについてはぜひ、まあ、中国と今後推進していきたいと考えているようです。まあ、こうしたいろいろな問題、自由貿易あるいは、武力管理、軍備管理といったことについても議論できると思います。まあ、機会なのかあるいは危険なのか、まあ、見方によるでしょう。それから中国は軍備の拡大それからまた既存の国際秩序への挑戦を続けております。これは単に今動いているその、まあ、現象あるいは兆候ということではなくて現実でありまして悪化しつつあります。ですから米中の戦略対立は今後も続きます。そして強くなっていくと思います。それが一般的な懸念あるいは感じでありまして、問題はこれがどれぐらい続くのか、どうすれば脱却できるのか、どうすれば、まあ、戦争を防げるのか、この現状を結局、まあ、対策なしで見過ごすしかないのかと、まあ、これについても議論ができると思います。それから最後に日本の今後です。日本の今後の道筋につきまして4点あります。これ、まあ、並行して議論ができると思いますけども、アメリカとの日本の同盟関係は今後も続く、まあ、これは日本の外交の基軸です。それから2つ目に、これから防衛能力それからまた東アジアを安定化するための取り組みの強化を検討するということ、いかにしてあるいはどれぐらいの速度でこれが行われるかということ、これがこの日本の戦略環境に関係しますし、それからまた日本の国内の政治的な状況にも影響を与えると思われます。ただ同時に
これから、まあ、我々の取り組みとして安定したそして協力的な中国との関係を維持するということもあるでしょう。現在はちょっと難しいです。ただ一般的なコンセンサスとして我々この地域においては中国が必要だと、そうすると問題はそれをどうするかということです。で最後に我々のルールベースルールに基づくアプローチ、自由それから民主主義をインド太平洋の地域において、まあ、重層的な協力を同志国と推進していくということ、まあ、これについて、まあ、アジアの諸国から、まあ、特に ASEAN、ヨーロッパの友好国の方からいろんな支援が来ております。で当然、議論があるでしょう。 ASEAN 諸国の方は本当にこの問題について同じ考えなのか、それからまた一つ基本的な点として、中国政府は今後どうなっていくんだろうか、中国は変わるのか、ガバナンスは変わるのか、リベラルになるのか、まあそういった議論もあろうかと思います。ということで相当我々の今日の議論の種もたくさんあると思います。私の方から以上にしておきます。で各参加者の方からご発言いただきたいと思います。だいたい7分でお願いしたいと思います。1人7分です。あまりちょっと長くなりますと私の方で、はい、まとめてくださいねと申し上げます。そうしなければ話を続けていただいて結構です。で何かその後で質問があれば、我々の間で議論をしましょう。私の方が、まあ、司会をしますけれども、何か具体的なコメントとかあれば、手を挙げていただければ、私の方で、指名したいと思います。それではまず最初に田中先生の方でお願いします。ありがとうございます。笹井理事長ありがとうございます。今年の戦略年次報告は本当に現在の国際関係の真髄を捉えたものです。笹井理事長が今この年次報告の詳細にわたる分析の概要をまとめてお話しくださいました。ですから私のお話しすることは基本的なことには同じことを私の言葉でお話をすることになります。あまり学者的にペダンティックになりたくないんですけれども、国際政治の2つの側面に力を入れてみたいと思います。構造とプロセスです。私の見方では競争の構造がますます明確になってきています。一方でインタラクションのプロセスがますます暗いものになってきていると思います。これが基本的には現在の国際関係に関しての概要です。まず構造を見てみましょう。国際政治の構造がかなりクリアになってきています。これは中国と重要な自由民主主義国家との間の競争の構造です。そして競争の場としてはまずテクノロジー、そして第2番目にガバナンスシステムです。中国もアメリカやその他の自由民主国家が技術の競争を諦めるような兆候は全くありません。ですから技術の競争は構造的なものなんです。また一方で中国もまた自由民主主義国家もガバナンスシステムを諦める兆候はありません。中国はその共和的な政治体制をもっと強化していこうという、そしてそれをさらには香港にまで広げていこうという決意があります。アメリカその他の自由主義国家も自由を手放しません。ですから政治的イデオロギー的なガバナンスをめぐる競争が構造的なものになりました。そして競争の2つの分野というのは密接に関わっています。自由民主主義国家にとってはもし中国が圧倒的な覇権を持つことを認めば、中国が国内のガバナンスにも介入をしてくることになります。で彼らのガバナンス、すなわち国民の自由というガバナンスの真髄が失われることになってしまいます。ですから国内で自由を維持するためには自由民主主義国家は技術の競争で負けるわけにはいきません。他方で中国共産党は技術的に競争して、そうすることで、
自らの考えるところの共産党の支配の正当性を維持するために競争していきます。ですからこの現在の構造、国際政治、技術競争、そしてガバナンスの競争という現在の構造の2つの要素が必ずしもその結果として世界経済の完全なディカップリングにつながるわけではありません。しかしながら現在のグローバルなサプライチェーンで相当な調整が必要になってくるでありましょう。昨日バイデン大統領が4つの主要産業が使っているグローバルなサプライチェーンを見直すことを求める大統領令に署名をしました。課題はいかに信頼できるサプライチェーンを重要な商品及び物資に関して構築をすることができるか、自分たちの間でまた友好国との間で構築していくことができるかということです。で、構造とは違いまして国際的な相互作用のプロセスというのは必ずしも固定化されたあるいは前もって決まったのではありません。冷戦の時には危機がありました。しかし雪解けもありましたし、平和的な共存もありましたし、デタントもありました。中国と自由民主主義国家は協力できるような場を模索することができるようになりましょう。よく言われていますけれども、中国とアメリカが温室効果ガスの削減をすることが気候変動による破滅的な状況を避けるためには必要なんです。ですからアメリカと中国がパリ合意の枠組みの中で建設的に行動することができれば、国際的なインタラクションのプロセスがよりポジティブな競争的協力的なものになるでありましょう。同じように他の分野での多国間枠組みの増加も協力のプロセスを高めていきます。一般的には多国間国際枠組みが大国の行動を制限することができます。 RCEP を ASEAN テント日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、中国の間で合意をされましたが、これがここでの重要な点でありましょう。新しい合意の中には中国に守ってほしいルールが入っています。例えば力による技術の移転を禁止する、またデータのローカル化を求めることを禁止するといった規定です。もし中国あるいは他の国がRCEPで謳っているルールを遵守するということになりますと、国際政治のプロセスがより協力的なものになります。しかしかなりなところ、どのくらいの協力が可能であるかということは中国の行動次第です。最近会計法が制定され、そして愛国者のみが香港のガバナンス参加をすることができるということを示唆したということを考えますと、健全な展望は望めません。会計法は中国会計局に対して管轄海域での武器の使用を可能にするものです。最近尖閣諸島海域で中国の艦船が動いていると、船舶が動いているということは、この法律がただ単に紙に書かれたものでないということが分かります。海警局はこの法に基づいて行動しています。しかしこの法はアンクラス国連海洋法条約と整合性を持っていないものです。私から見たときにはクォートの4カ国が現在その会合首脳会レベルにまで引き上げようとしていることは非常に力強いと思います。また最近ヨーロッパの民主主義国家英国、失礼、ヨーロッパがそのインド海洋太平洋に関心を持っていますし、英国が TPP に参加をすることに関心を持っていることも歓迎します。私は中国と自由民主国家他の間の構造的な競争について話しましたが、しかし自由民主国は多くの友好国との間での協力関係も模索しなくてはなりません。必ずしも自由というばかりではなく、インド太平洋地域におきましてはいろいろな政治的なシステムが存在しています。我々のインド太平洋に対するアプローチというのは包摂的なものでなくてはなりません。冷戦の時には西側諸国はソ連に対立するために全体主義国家にお支持するという苦い経験をしました。反リベラル、反民主的、反人権的な傾向には反対をします。しかし我々はあらゆる努力をして潜在的に
友好的な国が敵の方に流れていくのを防がなくてはなりません。ミャンマーでの最近のクーデターは自由民主主義国家にとってチャレンジとなります。なぜそので、我々はもちろんそのクーデターを受けることができません。我々ミャンマーが中国の属国になることは避けなくてはなりません。あらゆる措置を取って軍に説得をして国民に対して暴力をしないように、そしてアウン・サン・スー・チー氏を解放して文民政府を回復することを求めていきます。インド太平洋地域は経済開発ということは有望な地域であります。しかし複雑な地域でもあって、自由民主主義が自動的に反映するというふうに想定してはいけません。中国との関与は自由な中国をもたらしませんでした。現代では予見可能な将来には可能ではないと思いますし、しかしだからといって他の強圧的な国も同じことが当てはまるわけではありません。ですから他の国々との関与の展望を捨ててはいけません。直接介入ですぐに自由のシステムが生まれるわけではありません。自由民主主義国家、自由民主主義というのは競争によって拡散していきます。自由民主主義国家が競争すること、そのためには国内の自由民主システムがうまく機能するようにしなくてはなりません。他方で日本や他の自由民主主義国家がインド太平洋地域におけるより良い開発の計画を示すことが必要です。必要なインフラ整備、そして人為的資源の開発のプログラムを作ることによってです。以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。田中先生ありがとうございました。非常にいい分析でした。今後の将来についての話でした。それでは次に文部理恵先生お願いします。どうぞ。ありがとうございます。私の方からは本日は尖った見方ということで、まあ、競争について、まあ、例えば戦略的な競争、まあ、全く同じというわけではないんですけども、ライバルリーという言葉も使われます。まあ、これもある種の競争を、モンブリー先生、まあ、ちょっとよく通信がつながっていないようです。ちょっと時間をかけてちょっと直させていただいてよろしいでしょうか。この通信問題ちょっと、直したいと思います。ちょっと待っていただけますか。技術の方の方に直してもらいたいと思います。その間ちょっとお待ちいただきたいと思います。もしよろしければそういう形で進めたいと思いますが、よろしいですか。聞こえますか。失礼しました。それでは、技術の方に直してもらう間、次は公使館、大使よろしくお願いいたします。ササエ理事長ありがとうございます。お招きくださってありがとうございます。とても重要なダイアログに参加させてくださりありがとうございます。サマリーを読みました。そして注意深く田中先生がおっしゃったことを拝聴しました。全く同じ考えです。ですからフットノートという形で、レポートのにまた田中先生の発言に対するフットノート、脚注の形ということになると思います。最も重要な地政学的な要素はもちろん新政権、アメリカの新政権です。しかしこれはその重要性を強調してはいけません。2つの現実がインド太平洋の戦略的な風景によってあったわけです。それはまず最初に破壊されたアメリカと、そしてもう一つは主張のする中国でした。
コロナの蔓延によって基本的なことは変わっていません。そしてアメリカと中国のライバル関係がより高まったということです。そしてこのファクターは変わらない。新しい政権が誕生したからといって変わることはありません。バイデンさんは国内にで保険の問題、また経済的コロナの影響を対応しなくてはなりません。そして外交というのは健全な国内のベースがあって初めて可能であるからです。アメリカは同盟国パートナーと協力をすると言ってまして、これはもちろん考えすることであります。しかし間違ってはいけません。これは秩序のあるより正しい形の形です。アメリカは引き続きアメリカができることだけを行いきます。しかし友好国パートナーはそれを補完するアメリカの努力をインド太平洋地域において補完しなくてはなりません。新しい政権がその国内での問題などに対応しているところです。豪中と日本は特に重要な役割を果たします。そして報告書で円滑にされました。日本が何をしようとしているかということに関して力強く聞きました。インドもそのコロナによって破壊その被害がありますので、その期待することを変えなくてはなりません。でもインドは戦略的な指揮の中で決して無視することができません。非常に重要なファクターです。明らかにアメリカは中国との関係に関しては方向は変えません。そしてこれはアメリカで超党派のコンセンサスがあるからです。バイデン政権はにもかかわらずその中国に対するアプローチを見直しています。何が出てくるかということを見なくてはなりませんが、しかしもうすでにそういった努力がなされています。バイデン政権は第二次オバマ政権の弱い立場を真似してはいけません。そして台湾海峡に関しても最近の2つの空母が来ての演習がありました。そして尖閣諸島をアメリカと日米安全条約の枠組みの中というふうに見ています。田中先生がおっしゃいましたように、アメリカは中国への依存を減らしていきたいと考えています。技術移転はある程度起こられます。ですから貿易の制限も残ると思います。そして同盟国パートナーの協力はアメリカが期待します。それとともにアメリカは中国と協力をしてもいいと、例えば気候変動などに関しては協力をしてもいいと言っています。しかし細部に落としながらいます。そして早い兆候はエンカレージングですもん。しかし新しいジムがどのように実際になるのか、そして政策で対立するものをどのようにマネージするのか、そして協力と競争が中国との関係においてどのようにバランスを取るかということが重要です。アメリカの国内情勢は変わってきています。アプローチを貿易に関しては変えることはありません。特に一方的に TPP などに関しては変わっていません。このことも極端なトランザクショニズム、トランプ政権の特徴であったものが、これは少し緩和されますが、しかしなくなることはありません。インド太平洋地域に対して貿易は引き続きアメリカの政策の中でギャップでありまして、中国はそこを狙ってくるでありましょう。アメリカがパートナーと例えば CPP に参加をするといったことに関して関心があります。中国はアメリカ国内の政治的な考慮が鍵となってきます。中国は安定的な関係をバイデン政権との間に求めています。しかし中国も根本的には方向転換をしないでありましょう。今年の7月に中国共産党が100周年を迎えます。第20回中国共産党全国代表大会が2022年に開かれます。ですから中国と習近平主席は弱くは見られたくないと考えています。こうしたイベントが控えていますから。そして王毅外相は技術制限というのが重要であると言っています。でもこれは決してスターターではないと思います。中国の行動をまず変えなくてはならないということになりますと、議会のバイデンに対するサポートが減ってくるということになります。しかし北京はコントロールを強調しています。オープン経済政策の開放ということよりもむしろコントロールということに力を見ています。中国は
東シナ海、南シナ海に増やしては決して譲歩することはありません。そして中国は引き続き台湾気が協において挑発を続けるでありましょう。大きな国として中国は大きな影響力を持っています。そしてそれを享受しています。でも中国の行動はコストがあります。明らかに北京は戦略的な過ちを犯していると思います。この東洋海の小平氏のものを諦めていません。中国としてはこの戦略的なことに関してそれを少し緩和していますけれども、消すことはできません。ですから小さな国際的な考慮を考えると小さいかもしれませんけれども、中国の外交というのがますます重要になってくれましょう。どの国も中国の行動は心配をインド太平洋地域で高めていますし、グローバルに関して懸念が高まっています。そしてインフォーマルな中国の課する懸念を持つ国で、これはアメリカの政策によりまして懸念を持っている国々の同盟があります。北朝鮮というのはあまりこれコントマネントから目立っていません。新政権の発表の後目立っていません。しかし常にワイルドカードになっています。北朝鮮の非核化というのは非常に重要でありまして、でその意見の修練ということに関しては難しいです。そして、存在の問題なんです。平壌にとってはですから、非核化ということは体制変更を意味しますから、それは中国にとっても利益ではありません。北京ではそのより低い悪さというのが核兵器であるということになります。ですから今日です、北朝鮮は抑止によって抑止をすることが必要です。アメリカの力が鍵であります。そしてアメリカがどのように中国に対応するのか、また他の課題に対応するのかということは、アメリカの抑止、北朝鮮に対する抑止がどのくらい効果であるかということになります。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。やはり中心は中国の話だったと思いますが、しかし、志位先生にお願いする前に、レイクさんの方に、ビジネスの観点からお話をお伺いしたいと思います。支え大使ありがとうございます。まず最初に、本当におめでとうと申し上げたいと思います。国門研、今回今年の素晴らしい戦略年次報告を出されました。この報告 はこの研究所の方から期待できる、やはり質の高い報告書でありました。本当に素晴らしい、それからまた賞も受けられまして、おめでとうございます。JIA のレポートでは非常に重要な点が述べられると思います。おっしゃるようにアメリカと中国の戦略的な競争が激化しつつあります。全ての分野です。軍、安全保障を含めて、そして高度技術、それからサプライチェーンも含めてです。それからまた、コロナ対応のナラティブで、こういう動きはありますけども、ただ、国際的な機関が機能不全に起こっております。マルチラテラリズムの危機が訪れておりますということで、新たなグローバルの対応が必要ということです。そういう意味でやはり重要なことは、日本が今後も、この法の支配を続ける、それからまた、自由をインド太平洋地域で推進する、それはアメリカ、そしてその他の同盟国と協調してです。で、私の方からはこうしたものをアメリカのビジネスマンとしてアジア太平洋、それからまた国際的な金融市場に関わるものとして申し上げたいと思います。まず最初、このバイデン政権の影響ですけども、やはり国務院の報告書に書かれている通りだと思います。アメリカにおける政権の変更が、気候変動、それからその他のマルチの交渉を動かしていくと思います。国際機関も、それからまたルールベースの国際秩序も動かしていくと思います。おっしゃるように アメリカの NATO、その他の同盟国との関係は強化されると思います。それは最近のミーティング、例えばバイデン大統領と
その他の、同盟国の首脳との会議からも分かると思います。それから G7 サミットの結果からも分かるものだと思います。でよく言われるワシントンでの言葉ですけども、人が政策だということです。これはやはりバイデン政権についても言えます。政策の優先課題が、その、高官の指名に現れております。まず最初に一つ明記すべきことは、大統領その人が非常に深い外交の経験を持っているということです。以前、外交委員会委員長でありました、上院の。それからまた副大統領でありました。 ですから経験がある外交官を、アントニー・ブリンケン氏、それからサイバン氏、それからまた、インディ・シャーマン氏、まだ候補でありますけれども、こういった人を指名するということは、やはりこれから同盟を強化する、そして国際的な指導力を発揮する、その表れです。それからまた、ケリー元国務長官が、気候変動担当の特使として示されております。これはやはり気候政策を、政府においても非常に高いところから国際的に取り組むということです。アジア政策につきましては、カート・キャンベル大使がインド太平洋のコーディネーターとして、これはホワイトハウスで新しく作られた地位でありますけども、そこに示されました。この人はオバマ政権においてアジアに舵を切るということをやった人でありまして、中国あるいはその他のアジア太平洋地域に重要なメッセージを送っています。それからまたレポートに書かれていますけども、新しいアメリカの政権はグローバル問題として、高度技術、それから経済的ディカプリング、サプライチェーンの分断、それからまた輸出管理といった問題を引き継いでおります。私が、ワシントンの政策、それからまた多くのビジネスリーダーと話をしてみますと、彼らもやはりこの報告書に書かれている通り同じ意見だという感じがします。つまり中国が今後も軍事拡大をする、それからまた既存の国際秩序に挑戦をする、それが米中の対立の源でありますけれども、それが続く限りやはり対立は続くると。そしてまたさらに、またこれからも激化する可能性も出てくると思います。新しい、透明性、そして、その予見性を持った、政策でいろいろと、グローバルの企業、例えばアメリカ、ヨーロッパ、あるいはアジア太平洋の企業が対応できるものになるわけです。で、また、この、TPP11 についてはさらに拡大すべきだと思います。そして名前も変えて、そして TPP 諸国は他国に関与すべきだと思います。アメリカも含めてです。そうすれば TPP が、グローバルな貿易の枠組みの高いところに留めることができますし、またデジタルガバナンス、サプライチェーンの強靭性、それから外国投資の、に寄与することができます。これがグローバルの枠組みとなって、そして太平洋を越えて地理的にも、そして、規律ももたらすことができます。 CPTPP の枠組みを強化する、そして WTA を、強化するということ、そういう中で、アジア太平洋の地域を考えるべきです。そしてグローバルな経済的な、ルールメイキングにつきましては、ビジネス界、それからグローバルの企業は重要な役割を果たしている。そしてグローバルの問題に取り組んでいると思います。例えば気候、あるいは社会問題です。ESG について申し上げますと、環境、社会、ガバナンスの問題ですけど、それからまたより広く、より、ステークホルダー資本主義について考えますと、国際的な資本金融市場、それからまた、が非常に今変わりつつあります。グローバルな取り組み、例えば ESG についての取り組みのリードをしますのはアメリカ、ヨーロッパ、日本で、金融安定委員会 SFBs の下でです。この中にはグリーンボンド、その他のイニシアティブがあります。国内レベルの取り組みもあります。ステークホルダー資本主義というのが主流になりつつあります。アメリカのビジネスラウンドテーブル2019年のステートメントを見ましても、この協力、アメリカにおける協力を見直そうと、そして全てのステークホルダーを取り入れる、そして2020年のダボス会議におきましても、
やはりビジネス界を動員し、そしてグローバルの問題に取り込もうではないかと、ステークホルダー資本主義でということが言われました。これもやはり、非常に中心的な役割を果たしているわけです。多くのグローバル企業が経営戦略としてステークホルダー資本主義を支援しております。で、より良い、市民社会になろうと、その企業市民になろうと考えております。で当然、リターンも良くしていこうと。でこの年次戦略報告書も書いてありますけども、 ESG がアメリカと中国の協力の一つの道になるかもしれません。米中はこういった要は共通の利益がある、例えば気候変動というところでは協力できるということです。でここではやはりビジネス界としても新しい国際秩序に対しインパクトを与え、そして解決問題の解決をすると、自らのガバナンスの枠を超えるべきです。最後にもう一度感謝を申したいと思います。国務に対しまして、この素晴らしい報告書をまとめてくださいました。今回のパネルの議論も楽しみにしております。ありがとうございます。非常に素晴らしいビジネスの見地からの視点でございました。特にビジネス関係は良い抑止、対立の抑止力として働くということであります。ビジネスの中国との間の利益があるからです。以上申しましたけれども、ティエル・モンビルさんに戻ってきていただきたいと思います。話していただけますか。モンビエ先生、聞こえますか。はい、聞こえますか。私の方聞こえますか。はい、完璧です。どうぞお願いします。お話をお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。先ほど説明が良くなかったんですけども、私申し上げようとしたのが、まず最初に私、本当に基本的にこの今までの方はおっしゃった通りだというふうに思います。私も同じ意見です。私の方からはより米中の競争について申し上げたいと思います。まず最初に どの言葉を使って、そして競争ということを言うかと。競争、コンペティションでしょうか、それとも対立、コンフロンテーションでしょうか、それとも競争的なライバルリー、コンペティブライバルリーでしょうか。私が言いたいことは対立、コンフロンテーションが続いていると。で、私の意見では中国は明確な役割があると。で、その目標というのは、ゴールというのは、まず最初にナンバーワンの世界での力はある国に2049年までにはなると。世界の最大の大国になると。要はこれは100周年ということで、それまでにはなると。でここで重要なことは、中国にとってはヨーロッパから受けた、それからまたアメリカから受けた侮辱に仕返すると。で、聞こえますか。ちょっとまた聞こえなくなったんですけど、聞こえますか。はい、どうぞ。はい、聞こえます。どうぞ続けてください。もしもし、聞こえますよ。はい、どうぞどうぞ。なかなか大変です。で、私言おうとしておりましたのは、中国の目標は世界第一の大国に2049年までになるということです。それは19世紀の受けた侮辱のリベンジということです。で、
19世紀に近代化しようとしたと。で 1世紀後日本がやったことを、まあ、取り返すというか、まあ、そういうことで非常に深刻な競争です。で、まあ、今すぐに戦争ということではないと思いますが、ただ問題はこのある時間、これからまあ20年間でそういう、まあ、この競争が戦争に変わることを防がなければいけないということです。ただ、まあ、そういうシナリオもありえないということではありません。それからアメリカの観点から見てみますと、アメリカは、まあ、ナンバー2になることは受け入れないと思います。アメリカが、中国の、まあ、主席の前にひざまずくということはちょっと想像しがたいです、まあ、その間やはり、まあ、いろいろな深刻な事故があるかもしれない。で、その深刻な事故がありうるのが明らかに台湾です。で、それでは今度はである種の冷戦、まあ、冷戦ということについて、まあ、これからまあ20、30年間のことを考えたいと思います。どういうふうな冷戦なのか、まず最初に明らかに、勢力をめぐる競争です。で、ここでは問題はどのように、少なくとも、その力の均衡を維持するかと。で、集団的な、まあ、安全保障を守るかと、まあ地下の均衡、中国としてはアメリカの力に追いつきたいと考えていると、まあ、集団的安全保障についてちょっと時期尚早でしょう、話するのは。というのも、集団的安全保障の機構が、まあ、中国とアメリカの間には存在しないと。例えば、まあ、軍備管理といったところです、広い意味での。で、それからもう一つはイデオロギー的な競争です。で、第一次冷戦と同じように、我々このイデオロギー上の競争を過小評価してはなりません。中国の体制を、まあ、権威主義的なとかいう言葉を使うんですけども、しかし、この体制自らの体制というのはより効率的であると、リベラルな民主主義よりも効率的だと考えているんです。ですから本当の意味でのそのイデオロギー的な競争になるわけで、で、まあ、ヨーロッパにおいても国によっては非リベラルな、まあ、民主的ではないモデルを推進するところが出てくるかもしれない。で、長期的な、まあ、安定性ということを考えますと、この非正当的な、まあ、あるいは、その正当な、まあ、イデオロギーでも不効率であれば、長期的にはそれはその正当性を失うわけです。で、今日リベラルな民主主義、まあ、それは中国は嫌っております。ただ、今の中国の体制は非常に効率的であると。そうすると中国の人民の目からすると非常に、まあ、正当なわけです。そうすると、まあ、中国の問題としてはやはりこの正当性を維持する、で、そのためには効率性を追求すると。しかし、西側の諸国は、例えば日本も含めて、効率性の問題があります。効率性というのは、その単に経済的な効率性だけでなく、社会及び経済の効率性ということです。ですから私が強調したいことは、私の話で言いたいことは、我々このイデオロギー的な競争も過小評価してはならないということです。で、第二次冷戦というのは第一次とは相当違います。いろいろと理由はあります。ただパネリストにお聞きしたいのは、グローバル化はどうかと。まあ、グローバル化というのは今後も続くと思います。今までおっしゃった通りです。ただある程度、グローバル化の逆行というのは進むと思います。と言いますのも、それはまあ安全保障、それあるいはまたサプライチェーンの問題、これは
何人かの方がおっしゃいました。ただ問題はどこに限界があるのか、その技術あるいは経済というのはどこまでなのか、それから安全保障というのはどういう意味なのか、その範囲の問題、まあ、例えば医薬品が不足するということを、そうすると安全保障の問題にもなります。まあ、今回のコロナ禍を見ても分かる通りです。ですから我々が向かっているのはグローバル化のディカップリングでありまして、まあ、どこかでこのディカップリングが加速するかもしれません。状況移管によっては。ですから現時点においてどうなるかいうことはできませんけども、しかし、バイデン政権において、物事はゆっくりと動く可能性があります。ただ忘れてはならないのはトランプ主義がなくなったわけではありません。おそらくトランプ氏は再選されるかもしれない。またもう一つの可能性として、アメリカが、まあ、これから数年間でより厳しく、なっていく、今の立場を失いたくないからです。ということで最後に申し上げます。イデオロギー的な競争について、若干復元します。本当に今まで皆さんが、特に田中先生おっしゃった通りだというふうに思います。我々も慎重に、あまり、国々で可能性として、中国の手の内に入るような国をプッシュしてはなれないと思います。まあ、すでにある程度相当、ロシア今まで話出てきておりませんけど、ロシアのことを考えております。でまたイランの問題、これもまたこの中米の競争に関係しております。インド太平洋のコンセプトというのは非常にいいコンセプトだと思います。と言いますのも、まあ、可能性としてこれから、価値観を強化する、それからまた、共有している経験も強化できるからです。まあ、いろいろといろんな文化、異なる文化がこの地域には存在しておりますけれども、重要なことはいいバランスを取ると、この価値観をめぐる競争でバランスを取って、そして、攻撃的なアプローチは避ける、これは生産的ではありません。それから、あまりに防衛的なアプローチも良くない。あまりに防衛的でありますと、結局我々は自らの価値観を良くないというふうに思われてしまうと。ですから最後に申し上げたい点は、共通の利益が、まあ、ヨーロッパとそれからアジアにはあるんだ。東アジア、それから ASEAN 諸国にはあるんだと。より協力を強化すべきだと。というものも我々みんな競争の中心が本当の戦争になっては、米中戦争に発展しては困るからです。それからまた我々アメリカの、まあ、属国、まあ、になってもいけないし、強いられても困るし、あるいはまた中国の属国になることを強いられても困ると。そういうことを強いられますと、結局アメリカを選ばざるを得なくなるかというふうに思います。私の方は以上でストップしたいと思いますが、今申し上げたことが皆さんの方で、特に日本の方々お分かりいただければと思います。キエリさん、ありがとうございます。ヨーロッパの視点をお話しくださってありがとうございます。特に最初におっしゃったこと、あまりに攻撃的である、あるいはあまりは防御的になるということで、ヨーロッパは
そこで挟まってしまう、その2つのライバル関係の間に狭間に挟まりたくはない。しかし一つの一方の支配に行ってもいけないということでございました。では中国の友人シー先生にご発言お願いいたします。どうもご発ありがとうございます。お待ちくださってありがとうございます。中国の話を聞いてみましたけども、でもこれは中国のセッションでありませんので、もちろん他の話をしてくださっても結構なんですが、シー先生お願いします。ありがとうございます。私非常に嬉しく思っています。ここで多くの素晴らしい学者の皆様とこの場にいることを嬉しく思っています。まず最初に中国とアメリカのライバル関係の歴史ということを見ていきたいと思います。そして10年以上におけるダイナミクスの変化ということであります。まず2008年ですが、戦略的な軍事的な競争が始まりました。そして太平洋を挟んでの両国の心理に大きな変化が起こりました。そして第2番目に2012年から2017年の期間、ここでは国内政治情勢が変わりました。まず中国そしてアメリカでの国内政治情勢が変わりました。そして米国第一主義対中華民族の偉大なる復興というこの二極化がますます顕著になってまいりました。そしてあらゆる分野で敵対関係、競争、そして対立のダイナミクスが強化されました。そして2012年から2017年の期間において、その中で2015年から2017年が最も重要な年でありました。なぜならば中国製造2025と中国の憲法改正が起こったからです。ハイテク武装をした権威主義的中国がアメリカと西側の戦略的経済的支配や生活様式の終焉を予想されるものとみなされるようになりました。実際ますますアメリカと西側世界全体がその発言とか行動によって中国に対して宣言を始めました。どちらかにせよと、輸入されたハイテク化、共和的な権限主義化、どちらかを取れと、両方取ることはできないと言いました。そして権威主義的な方を取るのならば、ハイテクの輸入はほとんど完全禁止されますと。そしてもう少しリベラルな共産主義になるならば、そうすれば少しはアメリカや西側諸国のハイテクへのアクセスができます。しかし制限されるけれども柔軟なアクセスができると言います。そして2018年1月から2020年の2月です。競争関係が包括的なものになりました。そして常にエスカレートしました。そして特に貿易戦争に力点が置かれました。そして2019年の5月15日以降ハイテク戦争になりました。続いて2020年の2月から3月、世界の新型コロナのパンデミックが起こりまして、それが甚大な影響を与えました。何百万人ものアメリカ人が理由もなく中国を憎み始めました。10億の生命と健康、そして経済に多大な被害が出たからと言っています。そしてトランプ大統領も大統領選の年に国内の課題が増加したということで中国を憎み始めました。中国は国内のコロナの制圧に成功した後で世界への攻勢に転じました。そして国内の正当性、イデオロギー上の影響力、そして世界のガバナンスのリーダーシップにおいて重要な役割を求めるようになりました。そして2020年の4月から2021年の1月の期間ですが、トランプ大統領と共和党にとっては選挙戦で不利な状況が拡大しました。ですから選挙で再選されるために中国バッシングが始まりました。また
香港国家安全維持法が制定され施行されました。トランプ大統領は超強硬派に鍵を切りました。そして伝統的な中国に対する寛容政策が公に非難され、そして廃止されるに至りました。また中国に対して法的制裁措置や法執行措置、潜在的なディカプリング、軍事的抑止と威圧、外交的な孤立化、そしてイデオロギー非難など行動がエスカレートしていきました。過激派がさらに過激化しました。いわば捨て台詞をトランプ政権が新疆ウイグル、台湾、そしてハイテクのディカプリングをめぐって出てまいりました。で、2番目の部分ですが、では2021年の1月20日以降の状況を見てみましょう。バイデン政権下での状況です。バイデン政権によって一般的な対中政策の表明がありました。特にさっき報道官が1月25日にいわゆる戦略的な忍耐ということを言いました。これも皆様ご存知の言葉であると思います。で、この宣言はそれ以降のバイデン政権からのさまざまな声明で確認されています。言っていることはこういったことです。バイデン政権は最近の中国政府の発出した数多くの公なメッセージのソフトな要素には留意をしないと言っています。そして政府はまず議会の急進的な民主党の議員、主流の共和党議員とポピュリストの共和党議員をなだめ説得をし、一方で欧州大陸の同盟国をなだめ説得をし、政権内で政府一体となっての対中政策を議論すると言っています。さらに戦略的忍耐は私に言わせれば3つの調整が意味することは、バイデン政権がしばらく中国側がいくつかの重要な点について姿勢を軟化させるのを待つということであると考えます。これはありえないと考えられます。この3つの調整が達成された後に注目するのは、おそらくその姿勢がかなり強硬なものになるということであります。そして協力の程度、そして正常な競争の定義というのはかなり制限的な限定的なものなのでありましょう。で、その条件もかなり厳しいものとなるでありましょう。さらにブリンケン国務長官は米中関係について対立関係、競争関係、そして協力関係の側面があると言っています。これが1月27日の発言です。では協力というのはどうでしょうか。共同通信が1月28日に次に言っています。ジョン・ケリー気候変動担当大統領特使は、第2番目の排出国であるアメリカは気候変動の問題について重要な単独の問題として中国と対応していかなくてはならないですが、しかし中国の乱用的な通商慣行、南シナ海における領有権の主張、その他の困った行動に対して強硬な姿勢を維持しなくてはならないと言っています。知的財産の窃盗の問題、市場アクセス、南シナ海問題などリストはどんどん続いていきます。我々は皆知っています。こういったことを知っています。こうした問題を気候変動問題と取引されるものではないとケリー氏は言っています。決して取引することはないと言っています。では最後に国務権の報告について申し上げたいと思います。戦略年次報告2020年は
一般的な状況の分析的な記述で、これに関しては特に大きな疑問を挟むものではございません。実際ここにありますように引用しますと、2020年は米中の対立と戦略的競争が軍事安全保障から船体技術、サプライチェーンの支配、コロナ対応をめぐるナラティブに至るまであらゆる分野で一層激化した1年であった。この対立の中でルールに基づく国際秩序は一層厳しい試練に直面したと言っています。単純化されているという記述に関しては少し留保を言いますけれども、私も合意することができます。中国は一層強権的な高圧的な内外政策やコロナ対応を通じて影響力拡大の動きを進めました。それはその通りだと思います。しかしながら報告が示すところの日本の政策対応については、国務圏の中で意見したところ何の異論もない完全なコンセンサスしか見えてきません。日本の直面するさまざまな課題を考えますと、そういった状況というのはありえないと思うのです。また矛盾があると思います。中国と日本との協力を進めていかなくてはならないと。しかし一方で戦略的、ハイテク、その他の敵対関係があると言ってます。これはどうも実行未遂であると思います。で最後に、RCEP が合意されるなど中国を含む地域協力の枠組みにも進展が見られたという点があります。これはちょっと疑問があります。 RCEP に関しては避けられない疑問は、 RCEP が地域全体の通商関係をエスカレートさせる可能性はあるのかどうかという疑問です。もうすでに FTA、 ASEAN プラス1、 ASEAN プラス3、中国シンガポール FTA のエスカレート版など、そういったものがもうすでにある中で、どういったメリットがあるんでしょうか。中国の国内の権力の集中がほぼ完了しているときに、中国の国内の経済体制や貿易慣行を改革する可能性はあるんでしょうか。最後に、主要な加盟国であるオーストラリアと日本が中国との間にかなり悪い政治戦略関係を持っている中で、 RCEP はどうなんでしょうか。これが私の疑問でありますし、私の観察です。ご清聴ありがとうございました。 C 先生、ありがとうございました。非常に詳細な分析でした。最近の歴史について、国内政治、中国それからアメリカの国内政治も含めた分析でした。議論を始めます前に、ジェームズ・クラブトリー先生の方からちょっとお待ちいただいて申し訳ございませんが、また入っていただいてありがとうございます。発言をお願いしたいと思います。お招きいただいてありがとうございます。パネリストの方々こんにちは。国務圏におかれましては、賞を受けられましておめでとうございます。それからまた、戦略年次報告、私も楽しんでおりました。前回京都にいたのは、このコロナ禍が、本格的になる2019年の末頃でありまして、幸いのことに私、笹井さんとパネルに参加できました。その後で私、論文を書きました。外交について、日本で学んだことで、要はバイデン新政権に対する懐疑念について、バイデンについてはアジアにおいて信用の問題があるということで書きました。で、学んだ先生の一人がビラハリ先生でありまして、バイデン政権が
アジア太平洋地域でどういう動きに出るのかということについて議論評価策です。で、まあ、バイデン政権見てみますと、ちょっと私もアジアの、まあ、この疑念について、まあ、安心感もあるかと思いますけども、私、まあ、短い、時間でありますけども、3つの緊張についてこれから我々注目すべき点、特にバイデン政権、それからその友人の人たちがまだ対応しようとしていることについて、まあ、中国の対応について、もういくつかの点についてはもう、話に出ましたけども、まず最初は安全保障政策です。これから1年間ぐらいバイデン、その他の、まあ、例えば日本はこれから、この深さ広さということで、これから作ろうとしている同盟、で問題があろうかと思います。まあ、外務大臣、それからまたクォッドについても話が出ましたけども、これからまたレベルを高めているかもしれないということ話がありました。ただ田中先生おっしゃいましたけれども、それは要は中国に対する対応次第だと、中国の動き次第だと、特にインドという国は、ビラハリ先生おっしゃいましたけれども、今クォッドにおいて、まあ、以前は協力すると言ってたのがちょっとこう姿勢が、後退しております。あとクォッドとかその他の、まあ、そのまあ中国に対応する上での、まあ、深み広めでありますけれども、ティエリ先生もおっしゃいましたが、まあ、正当性があるもの、それは、まあ、幅が広いと、国の数も多い、でそれから報告書にも書かれておりますけれども、ドイツ、フランスはインド太平洋戦略がある、それからイギリスも、まあ、一つこれから出すかもしれない、 EU も出すかもしれないということで、どんどん多く数多くの国がある程度この、安全保障の枠組みに入ろうとしようとしておりますが、ただ 広さが出てきますとリスクも高まります。ある意味でバイデン政権、それからまた日本のような国は、じゃあ、一番効果的な形の体制は、まあ、広いものか、そして政党があるのか、それとももっと狭くてより効果的に、迅速に動けるものがいいのかということの決定を強いられます。2つ目は経済政策です。ビラハリ先生がもうある程度おっしゃいました。バイデン政権が特に、まあ、これから、まあ、これから、いわゆるそのワーカーフォーカスの防衛政策、あるいはまたアメリカの中間層に合うような政策を取るのか、あるいは逆にもっと広範な、まあ、バランスを取るための同盟で、対中国で、そして経済的な指導力をまた、これから再考しようとするのかと、これは報告書に書かれておりますけど、アメリカのアジア太平洋地域においての立場は非常に弱い、経済的には弱いというものも、まあ、経済的な力が下がりつつあると、それからまた TPP は入らなかった、それからまた、その他のトランプ政権における動きによる、まあ、それが理由です。でただそれを願ってそのまま、問題が消えるということではありません。ベラ先生をおっしゃいましたけども、これからアメリカはより負担をしていくと、単にその国内の、まあ、コストを払って、そしてグローバルな経済的なリーダーシップを取ると、まあ、これは、まあ、金融危機の前20年、それからまたオバマ政権の時でありますけども、まあ、コストを払うのか、それが難しいということであれば、なかなか TPP に、まあ、入ってくるということ、ワシントンとしては、考えておりますけども、ただそれは不可能であると、あるいはまた他の種類の経済的な協力で指導力を発揮するのかと、まあ、当然アメリカできることはありますけども、ただ、まあ、この緊張関係というのがあると思います。これに対応が必要だと思います。それから3番目の点として指摘したいのは、それは新しい、それから、まあ、この新興地域にして何をするのかと、一つは、テクノロジー、それからサプライチェーンです。これは多くの方々がもうすでにおっしゃいました。 C 先生も含めてですけども、私の前にお話しされました。ビラハリ先生、おっしゃった通り、テクノロジーの競争の問題はなくなりません。ただこれはこの問題は変わっていくと思います。特にアメリカがあまり時間を、まあ、
かけずに、まあ、エンティティベースのアプローチではなく、もっと中国を全般的にもう否定していくと、最も、まあ、高度なテクノロジーで、まあ、同盟関係を強化する、それはできるでしょう。ただもう、まあ、テクノロジー企業を含めていくということになりますとコストもかかります。でアメリカのリーダーシップが非常に重要なところ、他の国々が本当にやってきて同じことをやってくるのかと、アメリカがプッシュせずにもやってくるのかということはなかなか想像しにくいです。最後に、まあ、インド洋について申し上げたと思います。このエリアはこの報告書の中であまり、言及されておりません。それは、この自由で開かれたインド太平洋のインドの部分です。でこれは非常に今戦略的競争の中でオープンなところです。中国は非常にここでも、まあ、主張を強めている。それからまたインド、アメリカ、フランス、それからその他がプレイヤーがおりますので、まあ、インド洋の例えばベンガル湾から、アフリカの東海岸までの非常に大きな地域でありますので、まあまあ、西太平洋の、まあ、バランスとか、あるいはまた第一、第二列島線とか、まあ、特にそういう中でインドというのが非常にオープンなところであると。でここで非常に複雑な、まあ作業が必要かもしれないと、まあ、中国、まあ、主張する中国に、まあ、安全保障あるいはまた経済で対抗するためにはいろんなことが起きるんではないかと思います。それから最後に申し上げたいと思いますが、中国、日本はこの3つの分野において全て重要な役割を果たせます。まあ、どういうふうなバランスを取るような、まあ同盟であってもやはり中国、日本はその中核メンバーでしょう。それからまた経済的な外交を、まあ、アメリカも再開しなければいけないわけですけども、日本が非常に関係します。で日本の協力は不可欠です。私の方からは以上です。それでは、まあ、議論に進んでいただければと思います。ありがとうございました。ジェームスさん、本当に、これまでのスピーカーの方々のを受けての発言ありがとうございました。15分ぐらい時間が残っております。ですからここでディスカッションに入りたいと思います。私の議長特権を生かして、まず最初に構造、米中関係の構造のについて見てみたいと思います。ほとんどの方が避けることができないと、競争が将来は避けられないと言っています。軍事安全保障あるいはハイテクとか、あるいは経済の分野での競争が避けられないとおっしゃっています。そして野心の話がございました。あるいは中国そしてアメリカの国の目標ということでありまして、どちらの国もナンバー2になるのは潔しとしないと、アメリカの野心そして中国の野心ということで、これは大国の宿命でありましょう、そういった性格でありましょう。引き続き競争とそして対立があるということになります。そしてその後で何らかの形でその中央を図る道はあるかという質問がありました。ではこの中道の道は何でしょうか、何かあるのでしょうか。一つサジェスチョンをできましたのは、多国間ので例えば気候変動とかそういった問題を、例えばそのイランとか北朝鮮の戦略な問題もありました。で何かそういった感情的あるいはイデオロギー的なそういった問題に関してこれをやらげるようなくすぐりがあるんでしょうか。引き続き競争のプロセスがありますけれども、しかし何らかの形で対応する方法があるのではないでしょうか。それが抑止力を高めるのか、あるいは相互性を求めるのか、あるいは自らの価値観を求めていく、民主主義あるいは中国のガバナンスの価値観ということです。で、施先生がおっしゃった点、リベラルなコミュニズムという話がございました。これ初めて聞いた言葉なんですけれども、聞いたことありますか。施先生
先生、その学派に属するのかと思いますけれども、もう少し中国のガバナンス、将来のガバナンスについてアメリカとの関係において話をしてもらえますか。中国が何らかの形で調和すると、そして受け入れていくと、西洋的な考え方を少しは受け入れていくことはできるんでしょうか。もちろん現在の指導性の下では難しいかもしれません。みんなそれは常識として思っていると思いますけれども、 C さんどうでしょうか。その点に関してお考えがあれば聞かせてください。はい、歴史を見ますと、リベラリズムといったときには西側が作ったものではありません。あるいは西洋だけが独占するものではありません。リベラルというのは、例えば交渉を見てみましょう。そしていろんなものをフレキシブルにしていくと、ほとんど何でもフレキシブルにするということがあります。そして2番目に、中国の共産党は非常に最近の状況、最近のことなんです。あれあれ、例えば小平、そして国内の状況がその当時はかなり今とは異なっていました。ですからリベラルな共産主義を中国で行う、それは中国が経済的にもできるというふうに考えます。そしてもちろん全てはそれぞれ変化があると思います。そしてもちろん現在の状況は少なくともそんなにすぐには変わらないでしょう。しかしながら、いずれにせよ中国は非常に古い歴史を持っており、そしてその偉大な国としての歴史を持っております。そしていろんな状況に対応していく、適応していくことができる。国内的国際的に異なった状況に対応していくことができます。アメリカの問題はトランプ政権でもバイデン政権でもですけれども、封じ込みをしたい、中国に対していろんな分野で封じ込めたいと考えています。そして能力を封じ込めたいと考えているところです。バイデン政権を見てみますと、圧倒的にプライオリティはコロナ対応です。アメリカの中のコロナ対応を優先しています。そしてアメリカの経済を再こうしていくということです。ですから少なくとも短期的にはそんなに国内状況が弱い国が非常に金融の破綻の可能性がある国が長いこと中国を封じ込め続けることはできないと思います。非常に多くの分野でそういったことが言えると思います。そして先進国において、他の先進国を見てみても、そして途上国ですけれども、中道を求めているわけです。アメリカと中国という巨大国の間での中間の道を求めているわけです。中国とアメリカが直面するだろう、直面するかもしれない状況というのは非常に難しい国際問題状況だと思います。ありがとうございました。それでは他の方からも発言お願いしたいんですけども、ちょっと質問いいですか。中国の人たちはもう中国は悪者扱いされているというふうに感じているんですか、怒っているんでしょうか。私が答えるんですか。そうです、お聞きしてます。あ、中国の人たち
中国の野心、中国の野心、まあ野心というのは非常に曖昧な言葉です。中国見てみますと、その大きさ、人口の規模、それから中国の地理的な、あるいはもう経済的な成長を見てみますと、中国は現在の状況で見てみますと、特に例えばアメリカ、その同盟国、インド太平洋の国々はあまり中国に戦略的な場所を認めていないんです。これは矛盾です。中国の、まあ正当な立場と整合性がないものです。ただまあ実際的、ちょっとまあ中国はやりすぎとかやりなさすぎというのがあるかもしれませんけども、基本的に長期的に中国に対して正当な、まあそれでも限定的ですけども、戦略的なスペースを与えないと、どうしてこの危険な道を歩んで、あるいはまた非常に危険な対立に至らないということが言えるんでしょうか。ありがとうございます。どなたか発言した方いらっしゃいますか。この点とか、ある他の問題でも結構です。ではどうぞ田中先生。一つの問題で、今我々直面している問題は、現在の中国がマルチの国際的な枠組みで仕事をする用意があるのかということです。私の発言の際に申し上げましたけども、一般的にマルチの枠組みというのは、その大国の行動を制限するものです。でよく大国はマルチの枠組みをあまり良しとしないわけです。でそういうパターンがアメリカでも見られます。単にトランプ政権だけではありません。一般的にアメリカが最大の国で、傾向としてそういうマルチの国際的な枠組みの制約を受けたくないというところが見えます。で20世紀の後半、まあそういう、まあ、自然な、一方的なに、まあ、恩恵を被ろうというそういうところから離れて、まあ、ブレッテンウッド体制、それから国連の体制、それからまた NATO、まあ、そういった自らを律するような、システムを受け入れています。で中国が、まあ、用意を持ってそういう自らを制約にかけるようなそういうマルチのシステムの中に入る用意があるのかと、それがあるかどうかというのが一つのまあ尺度であって、それをもとに我々協力的なプロセスを判断することができると思うんです。中国は RCEP を受け入れました。で習近平主席はこれからCPTPP に加盟できるかどうか検討していきたいと言っております。中国はそういうマルチの枠組みで制約を受ける用意があるんでしょうか。受けられるということであれば、中国のカウンターパートと協力関係が持てます。しかしこれがどうも、ビラハリ先生がおっしゃったその、まあ、中国の行った戦略的な間違いということに関係すると思うんです。ある意味でもし中国がマルチのに入りたいと、で実際のところはちゃんと守らなかったということになりますと、それもまた中国の大きな戦略的な間違いと、過ちということになってしまいます。で厳格に言いますと、現在の中国の動き、オーストラリアに対する動きというのは、これは WTO の違反です。これは RCEP の中でも容認できません。しかし中国が自らを律することができるのかするのかと、それが
重要な一つの要因として、本当に我々が中国とより協力的な形のプロセスで仕事できるかどうかということを決めます。ありがとうございます。今ここで他の視点の方に対しても意見を求めろという指示がございました。いや、この部分ディスカッション続けてもいいということでした。ありがとうございます。ティエルさん、モンビエルさん、顔は見えないんですけれども、モンビエルさんまだいらっしゃいますか。聞こえますか。はい、どうぞ。何かご発言ございますか。ありがとうございます。2つ短く申し上げたいと思います。その大国が自らの手を縛るかという質問でありますが、アメリカは自らの手を縛っていません。例えば見てますと、オバマ大統領はやったと、でバイデン大統領は自らを制約はしないでありましょう、もっと丁寧であって、そして協議をしてとかいうことを言いますけれども、しかしながら実際には自らを縛ることはしないでありましょう。ですからアメリカと中国が果たして自らを縛るかどうかということに関しては疑問があります。理論的な世界で話をしますと、特に経済学の見地から見ますと、その現在不安定な地政的な局があると思います。局が不安定であると思います。そしてそれぞれの国がナンバーワンになれると、あるいはナンバーワンであり続けることを信じることができればということです。そして2つの国がそれができないということを気がついたら、それを受けなくてはならない。そうするとそれを受けることができれば、そうすればゲームを動かすことができると、そして受けることができるのではないかと思います。しかし状況は向こう数年は安定しているかもしれません。しかし現実的ではないと思います。ですからベストを尽くしていくことが必要でありますが、一方で最悪にも備えていく準備がなくてはなりません。ありがとうございました。まとめそろそろせよと言われましたが、とっても興味深いディスカッションでございます。多くの要素が提起されました。そしてこういった要素がいずれも向こうこれからの明日あるいは明後日のセッションの中で議論が続けられると思います。一般的な認識があると思います。インド太平洋においてこの地域は非常に大きな課題に直面するだろうと、ただ単にイデオロギーとか構造的な対立ということばかりではなく、中国とアメリカとの間の対立というばかりではなく、中国とアメリカがその両国関係をどのようにやっていくかということが他の国々との関係にも影響を及ぼすわけです。ですからこういった大国の責任が国内および国際的なコンテキストで十分にディスカッションがされていませんけれども、国内のガバナンス、他の国々の国内のガバナンスも影響を与えることになります。ミャンマーとか北朝鮮とかそういったことを言っているわけではなく、その感情的な政治になってくる、右か左派かということばかりではなく、だから民主主義においては成熟した大人の形で異なった見方とか混乱を鳴らしてやっていくことが必要です。ですからアメリカと中国との関係もやはりその道をたどっていくということだと思います。その衝突の道をたどるのではなく、みんながそれを期待しています。ですからどうやってやるのかという方法論ですが、これについてはこの問題を明日あるいは明後日続けていきましょう。要約しようとまとめようと思いましたけれども、時間でございますのでありがとうございます。皆様ご参加ありがとうございました。もし機会があれば
このプログラムをフォローするチャンスがあればぜひ歓迎します。そしてこの議論を聞いてくださってありがとうございました。そして皆さんにとってお役に立ったことを期待したいと思います。異なった視点からの理解をにとってこの地域またその地域を超えての視点を得ることができてたと期待します。ありがとうございました。良いディナーあるいはランチを楽しんでください。では以上です。終わりたいと思います。皆様どうもご参加ありがとうございました。